はい、どうも、こんにちは。ホルスです。監督です。ハンター君の、ジャーニー、続きやっていきたいと思います。はい。前回はですね、僕が交代で入った試合に逆転を許し、2対1で負け、ツイッターで叩かれると。でも、叩かれ1個しかないの？いや、これあれ、マネージャーが気を使ってこれしか許してくれなかったじゃん。でも、4日前のやつでも、ほ違うら、やっぱなんか、終これ、わったのは終わったのね。クリスタルパレス、ボーマス戦の、ここには結構ね、サポーターの方々が、その配信はボーマスの選手にも、ファンにも、当時が悪い。これ、サよくポーターじゃないない。よ。サポーターこれか。今夜は外に出ないと思う。クリスタルパレスに負けた後は楽しめ。早めに寝る。てか、ダービーじゃないよな。ボーマスって、ボーマスですよね。ボーマスボーですマね。スってロンドンなの？ボこいーマつでスもロンが、ドンに住んでるよね。そうだね、ロンドンだね、なんか始めるときにさ、ダービー指定みたいなのあったじゃん。あれに指定されてた？もしかして。クリスタルパレなあ、ス。どうだろうか。いや、サウサンプトンだサウね。サンプトン。結構、土地的にはサウサンプトンに近いみたいですけど。まあ、特にダーじビゃあーはいいなやん、かったそれ。クリスタルパレスに負けたから外に出ないってなんなの？それ。クリスタルパレスをバカにしてるでしそょ。ういうことじゃん。クリスタルパレスそんな強いイメージいなやいいでやすけど。僕はそのもっと弱いけど。はい、サウンドと、Let's try, スターター、じゃあ、今どこにいるの？あ、リザーブになっリてるのザーブにいか。る。さすがに前回のさすあがれ。にね。ちょっとさすがに今回ちゃんとトレーニングやろうと思います。フリーキック？ああ、フリーキック。フリーキック上手かったっけ？フリーキックどうだった？飛んだ。飛んだ時に。これさ、これこそ、見送った方がよかったんじゃないですか。あれ、当てるの？当てた方がやっぱ点数は高いの。ぽいね。縦に書くのってそうだ。でも、だって当てなくても1000とか言ってんの、なんか、インフレ？普通だって1000とか言ったらすごい点数じゃない？全然ダメだね。合格点が高いの。ああ この辺で打てますか。おっしおゃいし。やー、でもほら、全ダウン然、ゲット。全然普通に入れた時と的当てた時の点数差がない。100ぐらいしかなんかない。これさ、入れれば勝ちなんじゃない？外さなければ。タイムの問題だから、そうなの？要はさ、蹴りまくればいいってことなのか。あ、ある本数程度、がない。そっか。本当だ。そう、本数っていうよりも、手に破れたし。なんか、普通に的当てたよりも上手いっていう感じ。まあ、かなりひどいですか。一回いけるんだだろけど。ちょっと間違っちゃった。どもう一う回間やらせてく違ったの？ とりあえず連打すれば、スコアが上がるっていう。これとか難しいから。そういう？それもでも、ちょっとぐらいは可能性を作れば。そっか、そっか。どうすコれロばいいコの？ロでも入ればいいんですかね。ん？俺らの点数持ってない。いや、誰の点数になったわの？かんない。あ、もうなんか嫌うときは嫌えばいいの。それとか蹴ってもらえばいお前いい。け。ひどい。あ、違っいや、でもちた。ょっと待っ違った、て、これ、違った。どうやんだろう。蹴ってって言えば蹴ってくれ蹴ってる。ればか、おお！おお、あ、これ2つ入るんだ。なるほ蹴って。ど。でも蹴ってくんない、蹴ってくんない。当てた。おい！はい。おい。じゃあ、やばい、やばい。ちょっと待って、全よくわかん然ない。おお、ちょっと。あ、でも、どもうこまで B 行くはらしもいらっの？た。普通にや、なんか、コンピューターにやらせたら、B とかあるから、もう十分いいんだよね。いやー、決めたかった。ああ、まだそれか、お前。まだあと、ああ、これいいんじゃない？よっしゃ、え、でやばいやばい。も、ラスト、あ、まだ蹴れる。ラストのプレイ。いやー、集中力。あ、いい よっしゃい。次行くぞ。クロスそれ得意だよ。でも、誰か、なんか欲しい人にあげなきゃいけない。だと思う難ね。しいんじゃないの？赤にあげればいいの、これ。まあ、自分のえ、ビちームょっと待って、は何オレンジ色だからオレンジ色の人に、黄色が敵じゃない？でも、キーパーも黄色じゃないっていうか、よくわかんない。
あ、手使えるから、こいつだけ色変えてるの。で、あそこにあげてばいいの？そういうわけじゃないの？え、ちょっと待って。どこにあげようか、その後に決めたら、うん、OK、そこで走り出すってことなのかな。うまい！おやぁ。キーパーもうまかった。いや、あそこにあげるっていうわけじゃないの？いや、違うんだよね、多分。だから、ここら辺にあげますよ。この辺にあげる。で、操作して、ここに行って。決めにくいんですよ。やっぱそこに一回あげてみたら。そうそう。そしたらやっぱ決めやすいんじゃない？まあ、操作するの俺だから。で、そこがいい。そこがいい。決めれないじゃないですか。ちょっと待ってくださいよ。わかりますよ。あ、まあいいや。まあいいよ。S があったりするのかな。あ、あるよ。そうなんだろう。あるある。あるか。昔撮ってたよ。じゃあどっちも A ちゃんと撮れたんで、これで。なんか、ミッドに構成される構成構成だいぶ近づいたじゃん、ために。え、でも、すごいな。やっぱちゃんとやれってことですね。あ、違う。ウォーカーがクソみたいな練習してた。ごめん。お。あ、これは、買いまさか、いや。え、反省文化かかる。いや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 。これ多分、レンタル遺跡っていう展開なんじゃないかな。そう。そうかな。ダメになりかけたよ。ああ、来られてた。君はこの間の試合をめちゃめちゃにしたい。あれ？これはレンタルだろ。そうやろ。だってこのチームが好きで、いや、確かにずっとファンだったもんね。ベンチからの経験、ベンチしてるやん。Keep working hard, playing well. なんだろう、慰め。ただの慰めのために呼び出し食らったん？マジか？ Good. I'll be off for you. 何やねん。いや、一応プロなんだけどね。座らせるほどのことでもないよ。練習中に言ってくれよ。なんかレンタルだと思ってちょっと挟いじゃったんですけど。なんか、しかもそう。悩みはあるかとか言ってくれもしれない。喋んなかったよ。一言も喋んなかった。おい、やれ。じゃあ、続きの試合やりますかね。はい。あ、フリートレーニングだって。え、ケインのところに行くとかできるの？パープルみたいな。あ、ケインと練習する。いろいろ教えてもらうわけね。でも、スタメン近いからさ、これ、ちょっと頑張ればいけるんじゃない？うん。フリートレーニング、あ、そういうことなんだ、ね。なるほどね。やっぱでも、どうなんですかね。いいのがもらえるならハードをやった方がいいって言うけど、うん、クソみたいなのしかできないなら、ちょっと簡単なやつを入れた方が。ドリブル、ドリブル、ドリブル。何なの？シュートが欲しい？ドリブル、なんかシュート入れときますか？ドリブル、ドリブル、苦手でしたよね。苦手なんで頑張ります。シュートも苦手でしたよ。シュートも苦手だね。じゃあ、やりますか。見えてしても、たまに慣れた気がする。そうだね。ハンターの練習なんで、フォルスの練習でもある。クラウチングになってるし、なんか。あいつ早そうやろ。でも、あ、コースがちょっと、コース先に予習したかったな。そうだね。予習して、うまくなっていくのか。あ、これ、カウントされてる？あ。あ、でも、ポイントが加算されるだけで、どこ行こうがいいの？行って。いや、間に合ってはいるぞ。間に合ってはいるぞ。お、もっと頑張れ。え？あ、これで？マジで、ボーナススコア、あ、全然足んない。マジで？これすごい大変じゃない？マジで。時間中なのか。違うな。やっぱその矢印とか500のやつ、絶対に回収していかないと、スコアが足んないって。お前なんかすげえ舐められてない俺。マジで。こいつ、おい、来いよ、来いよ、みたいな。ふざけんな、マジで。取れるもんなら来いよ。いや、回収したっしょ。え、全然足んないんですけど、何が来た？急に増えた。そして、よっしゃいやー。あれ
あ、センターどうなった？あ、もうこれいいんじゃない？ B だけど。まあいいんじゃない？あの、A を取れるか C になってしまうかっていうさ、ことを天秤にかけられました。まあ、近距離から修理、シュートしてる。受けろとはね、勝ってるうちにやめんな、ね。そうそうそう、それがいいですね。聞きますな。あいつら何なんだ？ちょっと待って。取りかごしてる、あ、じゃあアップしてるわ。アップパスしたらなんか打ってくんないな。すごい贅沢に作ってるよ、ね、トレーニング。キーパーの人やつ。あ、ここで打てってことね。さすがに、そりゃ、そういう。結構むずくない？シュートの力が足んないよな、ね、確かに。おー、入った入った。おー、弾いたんか。入った。おー、あれは、いいですね。試合でやりたいですね。おー、いいね。だから今回はちょっと、スコア的には良くない。うまい。うわ、あと、ラストかもしれない。おー。ちょっとまだ、これいけると思う。俺はいけると思ってる。そしてなんか、この枠から出ちゃダメなのかとか言うんですけど。確かに、ボンですか。キーパー上手くなってないな。おー、よし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 。うわぁ、気に入ったな。あーっと、飛んだしてきてる。おっしゃいやな、出たのか？なんか、出た判定。うまい。全然止まってないっすよ。ちょっと待って、待って、待って、待って。ちょっと待って。すごい。あ、これ。これでいいんじゃん。ちょっと、ちょっと、ちょっと。よっしゃー、これは最先いいぞ。あ、出た。これなんかね、出る、キックの助走のためだったら別にいいんじゃないかな。この後ドリブルしちゃダメなんじゃん。あの、ラスト、シュートまでに出るのは OK。そうそうそう。これ出ても、ここで打てば、チートしてない。でも近くなっちゃうとキーパーが出てくるから。遠い方が、あれ、なんていうの、シュート範囲は広い。そうだ、あれでも違うのか。まあいいや。うん、C 作ってるから。C は取れ、取れたし。悪くはない。ラストかな。まだある。終わった。これは、わかんない。自分を信じ、自分をちょっと信じます。あ、これがラストかな。あいや、まだある、ある、ラスト。あ難しい。いや、しょうがねえ。あの、ギャンブラー、勝って勝ってんのかどうかわかんないけど。まあまあまあ。まあまあまあ。スタメン入ったんじゃないんかな。思うな、ドリブル B だし。あれいやー。マジかよ。いけないですよ。いけると思ったんだけど。テストってできたなーって思うときはできてない。そっか。平均点みんな高かったんだね。あー。次は試合かな。WB、これどこベストブロミッチアルビオン。チアルビオン。ブロンウィッチ。ブロンウィッチか。さあ、ウォーカー、バントップ。あれ？バーナード。ケインで。ケインさんいないじゃん。サブ、ターンオーバー？ケンさんどうしよう。気がターンオーバーだよね。ターンオーバーかな。ターンオーバーするほど試合が全然ない。あ、ウォーカーくんが、なんか、ワントップ。練習でいい結果出したのかな。かもしれないね。SS とか取ってる。何頑張ればいい。うん。で、プロさんなんか、なんか言ったからこれ送ってきてるの。それともなんもないのに急にこれ。ああ。どうしたの？確かに。単に頑張る。お前の実力は確かだ。なんかでも、語順がわかんない。なんかに対する理由なのかな。まあでも、ハンター君が自分でお前の実力は確かだって言ったら、頭おかしいけどね。
いや、俺はできる、俺はできるって言ってる。今の選手はファンのお気に入りスキルムーブ3回で決める勝負、はい。スキルムーブ3回決めるってんだったら、お箱じゃないですか、私。締めくくりは、勝ってる。勝ってる。わかってる。これ負けてらんねえ。これはね、うん、てかなんなら点決めたいね。結果もしない。今のはファンの本当スキルムーブ、あれスキルムーブ1個もできない。ちょっとこれ時間だけ使ってます。怒られる。最前線で。最前線でスキルムーブ。注目の司令塔、フレッチャーです。あ、これさぁ。おもろい、ハンターになる。ハンター入ると負けるんだよ。あとでも6分しかない。あ、でもポジションセントラルディフェンスミッドフィルダーになった。アタックミッドフィルダーになったように。CDM になってるのか ?CAM になってる。CAM になってる。リリーさん出したね。リリーさんが出たので、あ、リリーさんが。ポジション変わった。てか、あの瞬間しか教えてくれないの。うん。ルーズボールになっています。変わってた？あれマジで？あ、じゃあいいや。CAM になった。でもまあ、だから2列目。ワントップではない。ワントップではない。じゃあこれにスキルムーブだ。意味わかんない。スキルムーブ。スキルムーブをするために出てきた。はい、ゴールキック。スネックリック勝てばいい。それとも0分。何をするんでしょうか。スネックたらもう、君にはやらないんで。できてんのそれ、スキルムーブ。スキルムーブさ、やっぱ、対峙しちゃうと難しいんだよね。なんか、もっと自由な時にやらないと。ウィングとかになるとやっぱスキルムーブやりやすいイメージ。セントラルですか、うん、で、ボール持った瞬間に誰かいるから、もう、ホールドされちゃうんだよ、ね。違いが出てしまっている感じですね。危ない場面でした。単になんかいいスキルムーブが出せるほど、彼のスキルを持ってないんじゃないかと思うんだ。まずスキルムーブは持ってるんだよね。いや持ってる持ってないの問題じゃない。多分あのなんか、レベルみたいなものがあって、一応その、選手によって、あ、出せるものみたいなものは、決まってる。ちょっと、あ、ちょっと確かにね、俺もあの、こんなの自分のサポのチーム見たら、無理がめしたから。あいつ、スキルムーブするために出てる。何してんだい？出せ。いや、あの、あ、ない、ない、うん、自分の陣地のあれだった。全然もう、かもですね。おい打とうよ、スキルムーブやっちゃった。ゴールだろ。あの、ゴールキーパーをかわしてっていう、あれやりたかった。できなかったね。なるほどね。スタジアムのテンションが上がります。6タイム0で、うん、あ、終わった。まあ 6.4 ってことで、まま最後の目標しか達成してない。いやでもあれ決めたかった。あれ決めてたらもしかしたらハーツンゼロ行くかもしれない。そうかもしれない。監督さん何も言ってくんないし。もう呆れてる。お前何やってんだもん。とりあえず勝ちましたと。全然勝った実感ない、うん。勝手に決まってたからね。ギフトボールもそんな弱いの？多分ボーナス、ゼロ。あ、でもちょっと上に上がってるし。ボーナス増えた？増えた？増えてないんじゃない？さすがに。なんかそんな魅力的だ。この多分能力で、あの、ドリブル系のところのこの、スキルムーブの星あると思うんですけど。うん、これだと思うんだよな。これ解放してなくない？うん、解放してないから、だからなの。できなくない。宮市がやってたの、シザースだっけ？あれやろうと、何回か入れたんだけど、うん、シザースしてくんないの。だから入れてないからですよ。うん、そうだったんだよ。ちょっと、スキルムーブ解放しました。今度、これが出るかどうかわかんないけどね。まあ、出てきた。今度、なんかヘディングで決めろとか言ってた。ヘディングスキル入れてなかった。全く意味がなくなってしまう。はい、ということで、あ、ビルムーンさん。今日の試合、ミスターレクサンダーが締めくくってくれた。そんなことないよ。3対0で。
WBA に勝ったんだ。も EA インサイダー。あ、ほんとだ。ミスタレクサンタ、ボーマスを再び勝利に。そんなことない。いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。あとおかしいんじゃない？これどうやってファボールなの？こいつエゴサしてるぞ、みたいな感じで。いいね。いやー。ファボリツイート。ファボリツイート。引用リツイート。Thank you とか言って。いやー、ということで、まあ、じゃあ11位に上がったってこと。じゃあ、万有がだいぶ落ちてきるんで、もしかしたらそろそろ万有。1位どこなの？チェルシー。1位はチェルシー。クリスタルパレス。おい、誰だよ。なんだろうね。ベスター枠かな、去年の。ベストブロムもそんなに多くない、ね。ベストブロムは、全然、サンダルで負けるほどのチームじゃない。取ってのはもうケインいなくなってからめっちゃ弱くなってくる。俺のせいだ。確かに。しかもケイン使ってない。スタメン落ちちゃいましたからね。まあでも始まったばっかりっていうのはありますけど、チェルシーもでも、4連勝はできてないってことですよ。そうだね。アーセナルはいない。シティ。うん。まあ、続きはまた次回やっていきたいと思います。では、はい、ご視聴いただきどうもありがとうございました。ありがとうございました。